なおちゃんの簡単レンジ料理、レンジで作る大豆ミートの肉じゃが。材料1、じゃがいも 100g、 人参 50g、 玉ねぎ 50g。 材料2、大豆ミート 12g、 すき焼きのタレ 50cc、 水 150cc、 エバラすき焼きのタレを使用。器具は耐熱ボウル、お皿。作り方1、耐熱ボウルにじゃがいもと人参と玉ねぎをすべて入れます。ラップを軽くかけ、レンジ500ワットで4分かけます。その後、野菜を包丁でカットしてお皿に入れます。耐熱ボウルに水 150cc とすき焼きのタレ 50cc と大豆ミート 12g を入れて、レンジ500ワットで3分かけます。作り方3、耐熱ボウルの中にお皿の中の野菜を全部入れます。軽くかき混ぜてください。野菜が上になるようにして、レンジ500ワットで3分かけます。